はい、こんにちは、マメタングです。名前、俺は決まってないけど、こんにちは。はい、ということで今日は、なんとこちらラウンドワンに来ました。ラウンドワン対決、対決、負けた方が、勝った方にゴールドジムのプロテインを奢るというということで、今日はゴールドジムのプロテインだけいただいていきたいと思いますので、噛んでる時点で負けですもん。行きましょう。え、飛ぶの懐かしい。せーの。ということで、最初の種目、テニスです。5ポイントマッチで行います。テニス村そうです。はい、ということで次はバスケです。この一番端のこの線からあのゴール5ポイント決まったらもう上がり、5ポイントマッチです。悲しいんだな、悲しいんだな。関節がすごい人でかいからしちゃううちで終わらんぞこれ、俺のやつやつ入った、うわー入れなくなった。俺のネタやる前にさ、やっちゃうの痛い。やばい、ノリちゃんはさ、笑わせるのうまいからさ、せこいんだよ。頑張れ、やめとほら、試合との手でさ、ドリブルからのさ、ちょっと重いですエビゾリあー、もうダメだ今日調子悪いんだよ。これなんすよ。ついてくるな。一点足りないよ。マジか。マジか。巨神像の壁。うわー。いたぞ、ラスト。4-3。やばい。これ。あ、俺。次、卓球勝負です。you
62。音楽ないの難しいな、でも。じゃあ僕は水平線に行きます。音楽なしです。できるだけ嘘はないよ。懐かしい午後は母の声が聞こえ。うわ、音楽分かるとな。憎しみとか苦しいこと今は出せ。いや、マジで分からん。あれ、さあ、お題に。木澤さん、須江さん、鈴木さん、須山さん、田代さん、角田さん、吉岡さん、杉永君、狭山グレード、東雅さん。アームカール、インクラインカール、ダンベルカール、フレンチプレス、ワンハンドカール、マシンカール、ケーブルカール、ステートバーカール、リバースカール、コンセントレーションカール、リストカール、スカークラッシャー、プッシュアップ。言ってよ、俺。え？プレスターですか？プレスター。で俺、腕取りじゃなくてプシャップでいいからさ。プシャップさ、だまけ。そう、負け。お、えらい、自分で負けを認めた。じゃあ、だって、続けるもいや、プシャップ、腕だって。プシャップ話じゃん。プッシュダウンはありね。プッシュダウン、プッシュダウン。俺、プッシュダウンって言うのじゃないけど、プッシャップでいっちゃったから。緊張しすぎて、1対1です。じゃあ、ラストいくよ、ラスト。俺、やばかったもん。筋トレの種目、筋トレ関係、なんでもいい。筋トレ関係、筋トレ関係なんだ。ゴールドジムとかでもいいし、あ、僕全体もいいし、フィットいいし、中身筋肉、ゴールドジム、ピザ大好きさん、エビタイム、ジュラシアカデミー、タシラモト、プロテイン、鈴木マスシ、BCA、クエン酸、クレアチン、よしよ。よしよ。出てこー、緊張して出てこー。めっちゃ便利できるもん。しかも旦那の店舗がさ、大変だ。はい、ということで次は元気ないじゃん。もう疲れた。ラストはもう、バドミントンにしました。あ、ビビってない。ビビってはないけどさ、僕は球技苦手なんで。苦手なんかい。皆さん、これ球技じゃないんです。そうなんです、球技じゃないです、羽根木なんです。羽根木、何それ。
ュースです。みんなゼロだけど、やったプロテイン、お疲れでした。はい、ということで今終わりました。勝負に向かってユーキャッチャーに勝ちました。いやー、金欠ボディービルダーで金欠多いですよね。いや、金欠少ないね。横川さんも金欠だし、もう2人しかない。まあ、ってことで、まあ、今日の勝負は第1弾は僕の勝ちです。はい、後ほどプロテインを。さあ、この時がやっときました。次の日です。まあ、昨日は僕がラウンド1で勝負負けちゃったんで、ゴールドジム、悔しいよ。これはマジで嬉しい。じゃあこれを贈呈します。ありがとうございます。大事なのも足トレの日しか飲まん。僕は1年持つね、そしたら、ね、そしたら1年まあ次回は多分もう1人増えてるんで、メンバーが、あ、もう2人っすね。2人、あ、そっか、2人っすね。増えてるんで、はい、じゃあまた第2弾をお楽しみ、第2弾お楽しみください。以上、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。